皆さんこんにちは、白石市長の山田雄一です。今日は仙台大学同窓会、そして保護者会の皆様から白石へバッティングゲージを頂戴いたしました。今日は仙台大学女子硬式野球部の皆さんがお越しです。それでは自己紹介をお願いします。はい、仙台大学女子硬式野球部の新4年生綱川穂香です。チームの中では最年長なので、みんなを引っ張っていけるように頑張ります。新2年生の浦山萌です。支えてくださる周りの方々に感謝し、全力で野球を楽しみたいと思います。新2年生の広田美優です。大学日本一になれるように全力で頑張りたいと思います。新2年生の木宮桜子です。選手の人たちを全力でサポートできるように頑張りたいと思います。仙台大学女子硬式野球部、頑張ろう。